冬祭りの経膳と書かれています、はい、旧暦3月最初の鳥の日に行われるために鳥の祭りという方現在も使われています、うん、新暦では4月の15日、うん、春真っ只中に行われる豊作を祈願する農業の神事です、うん、がなんとなく狩り狩猟の雰囲気を持っているのはですね、うん、諏訪家、諏訪明神に仕える森屋さんはもともと狩りを主体としてきた、先住民であるということがですね、うん、このようなミックスされた形になっています、うん、you